いい感じですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。今週はレースがあります。混戦になりそうですね。ただいまより投票受付を開始します。ゲートイン終わりました。体制完了。
フラワーカップ1800メートル、ちょっとばらついたスタートになってしまいました。先行するのは何か。先手を取ったのは8番オクトベガ、4番マックスジョリーが追いかけます。その外スーッと山下ローレルが上がっていきました。じっと第一コーナー右にカーブを取ります。ちょっと離れて10番コバのフラッシュでやります。タイジュリエット、9番メジロリリー、第一リカー、その外1番ガシワズビーナス、そしてその後ろから3番グランドクロス、それからもう一頭カタノアハハハ。さあ先頭の方はどうなっているか。先頭行くのは山下ローレル、4分の3馬身リード、外を通ってオクトベガ、それから4番マックスジョリー、それから離されまして10番オバノフラッシュ。一頭が第3コーナーに向かいます。タイジュリエット、その後ろでやりましょうか。メジロリリー、これが1番人気の第1リカーでやります。そして外からはまして第4コーナーをカーブ。先頭行くのは8番オクトベガ、このまま押し切るか。オクトベガマックス分の手応え、先頭加藤とオクトベガ、これは際どい、内か中か外か、ゴール前大混戦になった。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。どうでしょう。クエストを達成しました。馬体はいい感じですね。嬉しそうですね。何かご用でしょうか。今週はレースがあります。馬体はいい感じですね。何かご用でしょうか。
2番人気ですが。ただいまより投票受付を開始します。歌詞の舞台を夢見る乙女たちの前哨戦であります。フローラステークス12頭スタートを切りました。3番ドミナスクリスタル、ちょっとタイミングが合わなかったようであります。果たして何が行くのでありましょうか。先手を取って山下ローレル、そしてその後ろからアルファキュート丸川アイリス、その外からは和光近子12頭第2コーナー左にカーブを取ります。ちょっと離されましてメジロリリー、そして6番手に10番ガシワズビーナス、内を通りまして7番カタノアハハハ、それからもう1頭8番エンコンセッカ、5番グレイスナッキーマリアキラメキ、その外グランドクロス、そしてしんがりからドミナスクリスタルという展開です。もう一度前から整理してみます。さあいよいよ第4コーナーから直線に入ってまいります。カタノアハハハは6番手といったあたり、先頭は山下ローレル、山下ローレルが抜け出した。さあ先頭は山下ローレルが1馬身リード、外からは和光近子、さあこのまま逃げ切ってしまうのか。外からは和光近子、さあ抜けました。山下ローレル、山下ローレル先頭、ドミナスクリスタル懸命に追う。先頭は6番山下ローレル、1着山下ローレル。次は頑張りましょう。1着、6番、2着、3番。レースを終えた馬が戻ってきました。気合十分ですね。まずまずですね。
今週はレースがあります。まずまずですね。いい仕上がりです。何かご用でしょうか。2番人気ですが、ただいまより投票受付を開始します。各馬のゲートインスムーズ。マーメイドステークス12頭スタートを切りました。ちょっと出遅れたんでしょうか。9番シャンソニエール、ダッシュがつきません。先行グループからまず見てまいりましょう。今日は羽衣がかわしていきました。ちょっと離されまして、7番ナリパプジ姫、ラビットボール、外から行こうというところ。そして4番手に11番スタローゴジョでやります。9番クリゲの馬体シャンソニエール、第1コーナー右にカーブを取って、第2コーナー肩のアハハハが上がってまいりました。その外からは4番東マジョルカ、それからワンモアラブウェイ、内を通ってスルスルとサンドピープルが上がっていきました。そしていた竹のベルベットとカワチ、それからもう1頭2番パーシャンスポット、1番エイシンテネシー、流れるようにレースが展開されています。並んでいます。ご覧のように一段すごい競馬になっていよいよ直線。旗のアハハハは5番手といったあたり、先頭は今日は羽衣、成田富士姫、一気にかわした先頭に立った成田富士姫、先頭エイシンテネシー、懸命に追う先頭熊沢と成田富士姫、成田富士姫、先頭成田富士姫が一着でゴール番を通過、2着は竹のベルベット、3着エイシンテネシー。惜しかったですね。1着7番、2着8番、3着1番。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。
仕上がりです。馬体はいい感じですね。ご用でしょうか。ただいまより投票受付を開始します。秋華賞を見据えて春の実力馬と夏の上がり馬がまずはここでぶつかります。ゲートが開いた。まずまずのスタートを切りました。さあ何が行くのか。雪の美人がかわしていきました。12番山下ローレル、北海セラス、そして4番手に11番ノーブルメロディーであります。10番ライブハウス、そしてその後ろから9番マイネピクチー、それから5番カタノアハハハ。12頭第1コーナー右にカーブを取ります。3番手といったあたり、先頭行く山下ローレル、いっぱいになった。かわしたパタノアハハハ。先頭3番手にダイジュリエット、先頭は5番パタノアハハハ。内から2番雪の美人、先頭河内とパタノアハハハ。外から1頭ダイジュリエット、パタノアハハハ。先頭パタノアハハハが1着でゴール板を通過。2着は雪の美人、3着ダイジュリエット。確定しました。レースを終えた馬が戻ってきました。
嬉しそうですね。今週はレースがあります。いいですね。いい感じですね。ライバルも手強そうです。ただいまより投票受付を開始します。ひときわ華やかに花開くのはドローンまでやりましょうか。秋華賞いよいよスタートです。出ろスタートを切りました。12頭この大歓声がくせ者であります。落ち着いていけるかどうか先行グループからまず見てまいりましょう。2番ベガが先手を取ります。ケイユーマンがかわしていきました。その外雪の美人黄色い帽子にご注目ください。これが1番人気のスターバレリーナ。それから11番ベストダンシング、7番ノーブルメロディー、4番黒い馬体電光石火、10番メジロリリー。北斗ベガが上がってまいりました。末広女王、そしてその後ろから9番ライブハウス、一番後ろに片野アハハハ。もう一度整理しておきましょう。そしてケイユーマン、場内がどっと来ている。場内がどっと来ています。片野アハハハ、女性伸びてくるのかどうか。この辺りで雪の美人がかわした。ベガが2番手懸命に追う。先頭岡部と雪の美人、雪の美人先頭、ベガが2番手、先頭は8番雪の美人。外から片野アハハハ、内か外か。サインはもう渾身のムチさばき、並んだところがゴール。次は頑張りましょう。1着2番、2着8番。レースを終えた馬が戻ってきました。何かご用でしょうか。